そうな消耗品関係を手配してみました。参考にしたのは CD90 パーツリスト。これで基準値を求めてみます。中華エンジンのために CD90 のパーツリストを買うなんて、私はどれだけハマっているのでしょうか。もうわけわからなくなってきています。ここに記載されているスプラインワッシャーなど、使えそうなスペーサー関係はすべて注文しました。果たして使えるのかどうかは不明です。思いっきり見切り発車しました。しかも中華エンジンが2機あるからって、すべて2機分注文しちゃいました。これで使えなかったら恐ろしいことは考えないようにしましょう。まずは注文したものが揃っているか確認。自分で取った中華ミッションのデータと照らし合わせていきます。すべての厚みをチェックしていきますよ。ノギスだけじゃ不安だったので、マイクロメーターでも測っていきます。旦那のメモです。予想ではスプラインワッシャーがすり減っていると考えています。数字はすべて中華ミッションの実測値です。三速に関係するところ、このカウンターシャフト側のスプラインワッシャーがすり減っているのではないでしょうか。しかし2つが近似値なので、もしかしたら正常なのかもしれません。サービスマニュアルを見てもギアの使用限度は記されていますが、スペーサー関係の記載はありませんでした。これは調べてメモしていくしかなさそうですね。しかし基準値が欲しいなぁ。特にこいつはホンダ製と比べると、約 0.2 ミリも厚みが違います。こんなにすり減るものなのでしょうか？機上だけではわからないので、実際にバラし直して確認してみましょう。ミッションバラすの何回目でしょうかね？カウンター3速を挟んでいるスプラインワッシャー。実測値 0.98 くらいですね。旦那メモは間違いなさそうです。もう一枚は 0.99 くらい。こちらも間違いないですね。使っているのがホンダ製。厚みは 1.17 です。厚み以外はほぼ同じ形ですよ。使えそうだな。シャフトにも問題なく入ります。交換してみますか。パーツリストを見てもう一度順番の確認。間違いなく中華も同じ順番で組まれていました。厚みは旦那実測です。わからなくなる前にメモしていきます。裏表を気にしながらすべてのスペーサー関係を交換していきます。品番と順番はパーツリストを再確認しながら進めます。この時点でもうパーツリストを見ないでも組み立てられるくらいになっていますが、間違えている可能性があるので今回はすべて確認しながら進めます。
カウンターシャフト側も全てのスペーサー関係を交換していきます。今回交換したもの関係はこちらのメモでご確認ください。カウンターシャフト側は計算上 0.395mm 厚くなりました。インプットシャフト側は 0.04mm 短くなりました。マジですか？もしかしたら元々の厚みが全く違うのかもしれませんね。またはこんなところにまで大陸クオリティ炸裂しているのかな。中華ミッションのショートパーツ入手できないので本当のところがわかりません。しかしこれで一度組み立ててみましょう。これ中華ドラムのピンですが、ついでに CD90 のピンを取り寄せたので交換できるか確認します。太さ 4mm 弱、長さ 12.6mm 弱、腰にかかる方は太さ 3mm 弱、長さ 8.4mm 弱でした。 CD90 パーツは交渉 3×8.5 と 4×10 です。右がホンダ製、中華は切り落としたままですが、ホンダ製は面取りしてあります。太さ 2.93、長さ 8.42 なので使えそうですね。太いやつは長さが全く違うので使えなさそうです。残念ながら使い道ありませんでした。こいつはお蔵入りさせることにします。あれ、よく見るとこれ違う部品でした。シフトドラムに刺さるピンはこれですね。よかった、部品ありましたよ。気を取り直して右側がホンダ製です。先ほどと同様に中華は切り落としですが、ホンダ製は面取りしてありますね。こんな小さな部品にもクオリティの差が出ていますよ。太さ 3.92、 長さ 12.96、 使えそうですね。旦那目も登場、問題なさそうです。これも交換してみましょう。心なしかスムーズに切り替わっている気がしますが、これがプラシーボ効果ってやつですね。ケースを組み立ててみないと最終評価はできませんよ。カウンターシャフトにバックトルクをかけると間違いなくギアが切り替わります。一応今までもやっていたんですけどね。それでも切り替わりが変だったんですよ。ケースが開いたままだと中華のままでも問題なかったんです。ところがケースを閉じると急に動きが渋くなるってことで、このままケースを閉じてミッションの動きを見てみますね。お願いです、これで解決してください。せめて原因の特定ができますように。ピンも交換しちゃいますから、中華エンジンの神様よろしくお願いします。おちまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。とりあえずケースを閉じてみます。ミッションの動きが気になりますよね。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。ミッションの動きが気になる方は絶対に次回も見てくださいね。